眠くなっちゃった。カロリー最小級にする人増えてます。朝日ふんわり。いいでしょう。私なりのペースでもいいでしょう。朝日ふんわり。
吉田拓郎でござんす。吉田拓郎ラジオでないゴールド。僕が1曲目からコンサートのね1曲目からもうずっと夢中になって、そして、釘付けになって、もうアーティストっていうのは誰だっていう、そうだね、ラジオを聞いて今聞いてるその吉田拓郎がのファンなんだっていうのをまあ自負してる人がいるんでしょうけども、みんなね、多分拓郎だからやっぱボブ・ディランとかね、サイモンとガファンクル、ローリング・ストーンズのロッド・スチュアートや、これちょっとわからんよな、やっぱね、まあ白状するとね、僕がこう飽きないで最初から最後までこう次は何やるんだろうみたいな好奇心たっぷりに楽しめたライブのコンサートって言うとね、文句なしにね、皆さん、まあ吉田拓郎からこんな言葉が出るとは思わないだろうけども、僕が最後まで釘付けになってたのはマイケル・ジャクソンなんです。はい、まあ僕が最初からフォークソングとかいう枠組みにはあんまハマらないなと思って、分かってた人でも、まさかね、吉田拓郎がマイケル・ジャクソンを一番好きって言うとは思わない、びっくりしたんじゃないですか。世の中っていうのはまあ大体そういうもんすね、ボブ・ディランもローリング・ストーンズも途中で1回ぐらいは息抜きタイムがあって、ちょっと背伸びしたり、腰を座り直したり、ちょっとこう「ああ」って1回息をため息をついたりするシーンが僕の中に必ずあったんですが、このマイケル・ジャクソン違いました、この人のステージは。特に1983年に世界的な大ヒットしましたスリラーですね、衝撃を受けたミュージックビデオスリラー、あれにはぶっ飛びましたね。空耳、空耳、マイケル・ジャクソン部門。僕なりに自由に振る舞ってきたし、僕なりに生きてきたんだと思う。だけど、だけど理由もなく明確になるのはなぜだろう。思ってることとだから僕は自由さを取り戻そうと、自分を攻撃して自分を追い込んで、なんだか自由になったような
笑いに